サマーゴースト上映後の公開記念舞台ですよろしくお願いいたしますたくさんの方が見に来てくださいましたそれではついに公開を迎えた今のお気持ちも踏まえまして皆さんからご挨拶をいただきますまず初めに主演になります小林千明さんお願いいたしますはい、皆さんこんにちは、えー、杉崎智也役の小林千明です いや本当にアフレコをしたのも二三ヶ月前なんて意外と公開まで短かったんですけど、でも本当に感慨深いというかアフレコも本当に濃い時間を過ごさせていただいたので今日という日を待ちわびていました。本当に今日は楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして島袋美優里さんです。はい。 え皆様こんにちは、春川海役の島袋みえりです。とまず今日これだけの方に来ていただいて、なんかサマーゴーストがこう着々といろんな方に届いているのだなというふうに感じられて大変嬉しいです。またこう初めてお会いできる方もいたりしてキャストさんもなので今日はいろんな話を皆さんに。 聞いて行ったりできたらなと思います本日はよろしくお願いいたしますありがとうございます <laughs> 続きまして島崎信長さんですはい、えー、小林良役島崎信長ですあれこれ上映後なんですよね皆さんどうでした <laughs> ありがとうございます <laughs> よかったでしょう <laughs> いや、僕もですね、あのー、まあアフレコ用に資料として、台本だったりとか、あのアフレコを撮るための VTR だったりとか、いろんなものをいただくんですけど、あこれ、面白いなって、あと僕、すごい好きなやつだなって思って、あのワクワクして、アフレコ向かったら、また現場でのね熱量もすごくて、まあ、細かい話はこのあと時間があればね、個別の話でできるかなと思うんですけど、でね、テンションが非常に上がってまして、で実際ね、僕も出来上がったものを見たんですけど、いや、いいですね。なんか また新しいことねアニメーションの中で新しいことをこれからもっといっぱいできるんじゃないかななんて思わされるようなそんな作品でね非常に今日もテンションが上がっておりますはい、あのね皆さんによりねあの今後もサマー,ーゴーストを楽しんでもらえるよう今日いろんな話できたらと思っておりますんでよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いしますそして初映画作品を手掛けられましたラウンドロー監督ですはい監督を務めましたラウンドローです え正直、やっと今日という日が来たなと思っていてあのそうですねね全部飛んじゃいましたね <laughs> <laughs> あのやっぱりあの今日という日はもう1日しかないのでこう,こうして初めてこう映画を見てくださった方のこうお顔を見れたというのがすごく僕はうれしくてなのでこう今日のこの瞬間を忘れずにこうまた頑張っていきたいなと思っているのでちょっとすみませんまとまらないです。 よろしくお願いします。おめでとうございます。さあ、それでは、スチールの方々、フラッシュなしに切り替えてください。改めまして、ラウンドロー監督初の映画作品ということで、おめでとうございます。あの、すみません。川栄さん。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。すみません。すみません。ありがとうございます。私。最後に改めて、あ、と思ったら、本当に。本当に、そのまま。本当。に すみません、ちょっとするしようかなと思ったんですけど、いすみません、ありがとうございます。じゃあ、かわえりなさんです、失礼しました、本当申し訳ないです。<laughs> ごめんと <laughs> いう。すみません、あの佐藤綾やね声やらせていただきました、かわえりなです。あの本当に私今日皆さんとお会いするのが初めてで、なんかあの皆さんの声がいい良すぎて。 あの、ちょっとなんか、何言うかもう忘れちゃって、聞き入ってしまったんですけど。あの、短い時間ですが、皆さんと楽しく、あの、お話しできればなと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。申し訳ございませんでした。失礼 <laughs> します。本当に申し訳なかったです。<laughs> さあ、じゃ、あちょっと改めてお話し伺うと思うんですが。<laughs> ラウンドロー監督、本当にね、初の映画作品ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。 どううでしょうかこうやって今皆さんに見ていただいているわけですけれどもどんな思いを込めてメッセージを作りになられたか教えてもらっていいですかそうですねこう生きているみたいなことに対してこうすごく疑問を持っているこう子たちがこう幽霊に会ってひと夏でいろんなことを経験するというようなお話なのでこう決してこうすごく強いメッセージを押し付けたいというわけではなくてこ,うこの映画を見てこう何か一歩ちょっと前に進むきっかけになったらいいなっていうようなこう。 お話にになっっててます本当にこうやって、ね、たくさんのお客様に見ていただいてすごく胸いっぱいかと思うんですけれどもアニメーションも制作する上で意識されたことも教えててもらっていいででしょうか、はい、そうかそすねこうやはりこう今あのご登場いただいているこう4人のキャラクターのこう心の動きみたいなことはすごく意識していてこうやはり見ている人がこ,うこれ私だなとかこれ僕だなみたいなこうそういう要素がこうどこかに入っているということをすごく こうバランスだったりとかこう言葉遣いだったりとかそういうところをすごく気をつけて作らせていいたたただきまましし、ね、ありがとうございましたさあ見終わったばかりのお客様なのでキャストの方々にも聞いてみようと思うんですけれども特に今回の作品をこうご覧になってみての印象的だったシーンですとか好きなセリフがあったら教えてくださいい小林さんからお願いしますはい。 まあ友也で,で,、ねまあ、で言うならやっぱりその終盤にくん、まあ、に対して言っていた、まあ、前向きになれた後のセリフやっぱり、まあ、いつか終わってしまうけれども、まあ、前向きに頑張っていける気がするみたいなセリフがなんか本当に。 一歩踏み出しただけなんですけど、でもそれまでずっとやりたかったことができないとか、ちょっと後ろめたい気持ちでいた友也がようやくちょっと前進したって。だからちょっと映画的なスケールで言うと、そんなにすごく劇的ではないんですけど、なんかその一歩踏み出した感じが逆にまあ生っぽいというか、いろんな方に。 刺さるのかなっていうのを思えてすごい等身大な気持ちで見れて僕はなんかハッピーになりましたねすごい好きなシーンです絵も美しかったですよねそうですね本当でもそれはもう言わずもがなかなと思ったので <laughs> 言わなかったんですけどでも本当に最初から最後まで本当素敵でしたねなんかうん劇場映えする作品だなと思いました本当に40分とは思えないぐらいの濃密なカット数もね、すごくて楽しかったです おっしゃるとりだはいとシーンとしては結構やくん役の小林さんと同じくだりになってはしまうんですけどこうくんが「保証はないけど俺は保証する」って言葉を2人にかけてくれるシーンがすごく好きで「こう頑張れよ」とか「もうシャキッとしろよ」とかそういうことじゃなくてこうすごく寄り添ってすごく くれる言葉だなっていう風うに感じて、こうなんかちょっとりょうくんらしい。なんか後押しの仕方だなっていうのと同時になんかすごく心にスーッと入ってくる。優しい言葉だなっていう風うに感じて、私はそのシーンとそのセリフがすごく好きです。ですね。ほんと癒されるセリフがいっぱいでございます。ありがとうございます。はい、じゃ、島崎さんいかがですか？はい。 いやでもあれいいですよねなんか保証はないけどねこいいところはなんかこうふわっとしてるのが逆に良くてリアルでなんかドラマチックすぎないのが全体的に全体的な話したらなんかドラマチックすぎないですよ何もかもがなんか一個一個のセリフ回しだったりとか表現だったりとかがなんか意外とすごくとても身近なところでやっててそれを変に誇張したりもしてなくてなんかちゃんとそこに生きてるっていう感じがこの作品「サマーゴースト」全体から。 この世界が本当にあってでこの世界の中にちゃんと生きてる人たちアニメのキャラクターじゃなくて生きてるからこういう細かい所作があるよ細かい感情の動きがあるよっていうのを随所に、ね、感じられる作品で好きなんですけどで,、まあ、で改めて今ちょっと僕の、ね、セリフの話しちゃったんですけど僕のすごい好きなセリフで言うとあのいつまでもあのガキみたいなことしてんじゃねえぞっていうのが僕はすごい好きで。<laughs> <laughs> <laughs> というのもいやなんかあそこいいシーンじゃないですかまんですけど僕あの最後の「ゾ」がすごい好きで,でなんでかっていうとあんまゾって言わなないいじゃないですか,、あのー、なんかどっちかっていうとちょっとドラマ的というかアニメ的というか芝居がかった言葉だなって思っててあの年代の子は何とかだぞってそんなにだからあれは多分なんか一生懸命こう何言おうかなって考えててこう絶対に言い返してやるぞってこういうゾみたいなのがあって言え言え言えって。 なんかあらかじめ考えたり決めたりしてるからこそあそこでちょっとそういう芝居がかった言い回しになったりでそこにこう緊張が入ってたりみたいなセリフにある意味なってるというかなんかそういうとこがまたリアルこう言葉がセリフになっちゃってるんだけどそこまでのシーンが本当にみんな普通の言葉で普通に喋ってるからこそちょっとなんかそういうものが入った時に感じる違和感だったり違いっていうのがねすごくあそれもまた生きてるからこそ出るリアリティだなっていうのがあって僕は好きなんですよねっていうのがまあ 別にそこ以外にもいろいろあるんですけどすみませんね、僕ね、長くなるんで <laughs> この辺で自重したいと思いますはい、こちらからは以上です <laughs> ありがとうございます河合さんどうですかあの私もちょっと乗っかっちゃうようであれなんですけど、はい、葵ちゃんの最後の詩が本当に好きで,いいで、ね、なんか葵ちゃんってそのすごく応援したくなるキャラクターでなんか やっぱり実際にいじめの問題とかって、一歩踏み出すのってすごく難しいと思うんですけど。なんかそこでこう一歩踏み出す、踏み出せた葵ちゃんが、こうもう本当見てて、こう。なんか頑張れって思うような、はい、気持ちで、なんかすごく好きでした。でもいい、ま、どうですか。あ、すみません、島袋が照れてるんで。<laughs> まさかお二人、そう言ってくださると思っておらず、大変。嬉しいです。もうこのまま帰れそうです。<laughs> <laughs> でもあやねさんもねなんかそういう意味ではねすごいなんかミステリアスで魅力的で、うん、でもなんかちゃめっ気があって <laughs> ねえど,どうでした<れ>ご自身的には声をやられてみていや私はあの、智也君の声がもう入ってて、はい、もうなんか聞き入ってしまって <laughs> めっちゃいい声がいや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 ありがたいですけど <laughs> 本当になんか で今日もちょっと生でお会いしてさっきそのあの打ち合わせの時に「あのはい」って返事を一言しただけでもう「えっ?」みたいな声が良すぎて <laughs> それほど二度見してしまってそれほど本当に素敵だったのででもなんか本当この作品はあの絵がもうとにかくなんだろう繊細で奥行きが深いというかなんかそこも本当に映画館で見てもらいたいなって思った作品なので。 皆さんにこうやって今日スクリーンで見てもらえてすごく嬉しいですはい。うん、さあそこでですねちょっと皆さんに聞いてみようと思います忘れられないひと夏の出会いというのがこの映画のテーマなんですが皆さんには忘れられない出会いや忘れられない夏の思い出っていうのがあるかっていうのを河合さんから聞いてみたいと思いますあ,あの私でも線香花火すごく好きであのよくちっちゃい時とかにお父さんとお母さんと ベランダでやったりしてたんですね。冬とかでもなのでなんか逆にちょっとお聞きしたいんですけど、監督に、はい、この線香花火にした理由ってなんかあるんですか？はい、えー、っと線香花火にした理由としては、はい、こう。線香花火もしくは花火夏みたいなものって、はい、こう。 決して同じ経験をみんなはしてないと思うんですけれどなんとなく同じ空気感とか同じ匂いみたいなものをこう思い出すみたいなところである種お盆で死者が帰ってくるとかそういう意味でも夏花火って僕の中ではかなり特別なものとしてあったのでこう、まあ、サマーゴースト幽霊に会うというのを話お話でこうすごくいい親和性なんじゃないかなと思って花火にしましたね。 聞けて良かったです。河合さんはちなみに花火はよくやられますか？花火よくやります。はい、ちっちゃい時から本当に花火大会だったりとか、家族で行ったり友達と行ったりしてたので。すごい。私の中でも思い出のあるものだったので。はい。すごい。花火は好きです。<laughs> はい、はい、じゃあ続いてせっかくなので島崎さんにも聞いてみたいと思います。はい、まあ、もうこれはサマーゴーストとの出会いですね。 っていうのもうちょっと作品の話したいから,から僕話長いからここをね夏の思いの時間を使って, <laughs> 使って <laughs> いやで,、ね、でも全然上手だね無理やりねじ込んだだけなんですけど <laughs> いやでもまあまあみんなを巻き込もうあのアフレコの携帯もね、あの力抜いてもらうためにって言って皆さん座って撮られたん、はい、ですよね。 そそそうそうそう,というのがあって僕最後の,の収録だったんですよみんなちょっとね、まあ、今の状況下とかもあって結構バラバラに撮ってたんですけどそう力抜くために座って撮るとかって普通まあアニメのアフレコの所作というかルールみたいなものでやんないんですよ。 やっぱこう、いい姿勢でね立ち姿勢でこう一番声が出しやすい感じでみたいな足肩幅に開いて一番声が出しやすい感じでなんてやったりするんですけどです、ね、そうでもなんかそういうね、既存のやり方とかにもこう、とらわれないで慣習とかにもね、他の表現とかもそうなんですけどなんか今までのものにとらわれすぎないでなんか表現したいものを追い求めていくか、で、そのためにはどういうやり方が一番いいんだろうっていうのをなんか 突き詰めてんだな、いいなっていうところでまあ僕はまた現場に来てよりテンションが上がったんですけど、いいなこの現場っつって楽しかって <laughs> 楽しかったですよね。<う>楽しかった。そうで、って言ってんで僕が実はでも僕 立ってた方が一番もうリラックスできる体に声優長年やってなっちゃってたから <laughs> <ー>僕立ってた方が逆にいいかもって僕だけ立ってやったりしてたんですけど体がそうなっちゃって逆に,逆に座ってやるとあなんかゲームとかね<ー>よく一人収録のものでそうなんかそっちのモードに入っちゃうなと思って立ってた方が逆に。こう 立ってて一緒に芝居する時のモードに入れるかなみたいなのがあったりしてそうお願いしてちょっとやらせてもらったりもしたんですけどでもなんかそういうねそんなやり取り普通ありえないんですよそう、アニメ撮るときにまず立ってやるか座ってやるかからやるっていうのもありえなくてそっからテンションがまた上がりましてどこにもいっぱいあるんだけどこれ時間もうやばいから次きましょう今まだまだなんですよそう葵ちゃんのね人間ポイント僕最初の方で葵ちゃんのテンション高いのも好きなんですよ。 あのあちゃんんの、ね、最初なんか仲間ができて友達になれてテンション上がってんだなっていう連絡のねやり取り取そうそうそうとかだからなんかち,ょっとちょっとこんなこん言っちゃないんだけどこう距離近いというかなんかね男の子に対してなんかちょっとふとすればこれなんか俺が高校ぐらいの子だったら俺のこと好きなのかって勘違いするぞみたいな距離感だったんですけど <laughs> なんかそれもなんか嬉しいんだなってそのねこういうふうに普通に話せるのが嬉しくて仲間ができてってテンション上がってなんか距離感がちょっとこう。 お,おかしくなってるまではいかないんだけどこう踏み出しすぎちゃってるとかなんかそういうのとかも一、ね、個一個リアルでそういうんかちょっとこうともすればあざといとか持ってるところもに至ってんのもなんかねんリアリティがあっていいなっていうのではい、はい、他にも絵の話とかね光の話とかいろんな話をしたいんだけどもうやめとこう はい、<laughs> 僕の一つの思い出でした。ありがとうございました。サマーゴーストの思い出。ね、<laughs> ごめんね、この後話しづらいと思うけど。はい、次にパスします。ね、でもちなみにね、座ってアフレコ入れるってなかなかないじゃないですか。それって今まで皆さんもきっと経験はないと思うんですけど、川井さんなんて特にね、それびっくりだったんじゃないですか。びっくりしました。なんか騙されてるのかなと思いました。<laughs> 皆さん本当に座ってるの <laughs> と,と思ってびっくりしました。はい。それで力を抜けるっていうのは面白いですよね。うん、はい。 はいじゃあ行きます島袋さんどうですか？ああそうですねあの小さな頃に線香花火をしていたらあの勢い余ってあの足に落としちゃったことがあって<ー>それがすごく今でも忘れられないんですけどあの暑さってすごいんですよだからこうサマーゴースト見ててこう序盤で智也くんがあやねさんってこの 顔の前の方で花火してるじゃないですか智也くんチャレンジャーだねー <laughs> と思ってそれですごいなんかよぎりましたねあの夏の出来事が <laughs> 心配の方でね頑張るねと思って <laughs> すごく絵的になんかグッとくるシーンなのでそう思うと同時に素敵だなっていうのが、はい、思っておりましたしまごこの中ではそれがフラッシュバックしちゃったんだ、はい、そう <laughs> あれとよぎっちゃいましたね <laughs> さあじゃあ小林さんどうですか そうですね線香花火じゃないんですけど僕も花火にまつわるので言うと僕も中学生ぐらいにその近所の大きい公園があってそこで花火する機会あったんですけど56人で花火して僕がこうはしゃいで花火わってやってたんですけどそれで火けしちゃってで僕もその心配してほしかったんですけどやっぱ中学生だから誰も心配してくれなくてでもその中で一人だけ大丈夫って言ってくれた。 子がいて、まあ普通に男の子ですけど、なんかこう友達としてすごい好きになっちゃいましたね。<laughs> なんかでもそれがきっかけで大したことない話ですけど、なんかその子とはその高校行ってもなんかずっとこう仲良くなんか続いてて、なんか人生ふとした瞬間でこう出会いというか大事な瞬間があるんだなみたいなことはありましたね。どうですか？綺麗にまとめられて <laughs> <ご>います。いやいや。<laughs> はい、素晴らしいですありがとうございましたあっという間にお時間が近づいてまいりましたので最後に皆さんから一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますまずはね、川谷麗奈さんからお願いしますはい、えー、あのこの映画は40分の短編映画なんですけどその40分の中に本当に主人公たちのひと夏の思い出がぎゅっと詰まっていてであの何より本当に絵も綺麗なのでぜひたくさんの方に映画館で見てもらいたいなと思いますえ今日は本当にありがとうございました ありがとうございます続きまして島崎信長さんお願いします、はいまあ、僕の今日のこの「低らくをね見ていただければ分かっていただけると思うんですけど <laughs> 非常に楽しくてですねでもなんかこう作っている側っていうとあれなんですけどでも参加している側の人間が楽しんで熱意持ってやってるものってなんかそれってこうフィルムに乗っかるというか作品に乗っかって皆さんにも伝わるんじゃないかななんて僕は思っておりまして。 で実際そういうものに仕上がってるんじゃないかと、はい、僕はもう確信しております。ところでね、皆さんにね、今日最初にめっちゃ楽しかったですかって言ったら、すごい拍手してくれたんで、もうそれでね満足です。もうこれ以上喋ろうとするとね、また止まらなくなるんで、<laughs> はい、この辺で抑えたいと思います。でもね、ぜひ今後ともサマーゴースト、えー、たくさん愛していただければ幸いです。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして島袋美優里さんお願いします。 はい、この作品きっと見た方にもあの同じ感想を抱く方いらっしゃると思うんですけれど本当になんか刺さる方にはとことん刺さる感じの作品になっているのではというふうに感じていてきっとこうなんか今高校生の方とかが見たりまたすごく大人になって見たりってすると、まあ、青いなって思ったりその何でしょう。 ちょっと難しくなるような感情もあるような映画なのかなって思うんですけどなんかあの時感じてたことってこう3人が感じてたことに近かったなとかそういうふうになんか振り返っていくのも楽しいですしこう。 何でしょう今、人生の教科書みたいな感じで一,つ一歩踏み出す指針になれば素敵だなとも思いますしなのでこうごめんなさい全然まとまらなくなっちゃったんですけどなんかすごく素敵なシーンがあったんだよとか好きなセリフがあったんだよっていうのがあったらあのいろんな方に伝えてあのこの劇場、もう連日満員じゃんみたいな感じになっていけばいいなと思います。皆さんのの心に残るももが一つでもあれば 私もすごく嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> 続きまして、小林千晶さんお願いします。はい、いや、本当に最後までありがとうございます。まあ、島袋さんもね、みんな。 ドロー監督もおっしゃってましたけど、まあ、本当にまあこの作品出会いがねテーマの一つにあってまあはもやは綾音さんとか亮んとか葵ちゃんとかと出会って結構人生観が変わって前に歩き出せたっていうのはありますけど、まあ、皆さんもこの作品を通して、まあ、この作品と出会ってまあそんなに大きくは変わる、まあ、方もいるかもしれないですけどそんなに変わらなくても本当にちょっとしたことを え感じて、まあなんかまあ、ポジティブでもネガティブでもいいんですけどなんか持ち帰って変化人生に変化が起きるようなことがあったらすごく嬉しいなってでもそれぐらいのパワーが秘められてる作品かなと僕自身も思っているのでぜひ何度でも見ていただいて、まあ、また劇場を公開するところもね増やしていくぐらいの <laughs> 勢いで見ていただけたらなと思います。いや本当にありがとうございいました ありがとうございますでは最後にラウンドロー監督お願いします。はいえーっとまあ、初めての監督作品ということでどういったお話にしようということを本当にこに全員で考えていてその中で出てきたのが「サマーゴースト」というお話なんですけれどこれは結構僕のこれまでの仕事というかイラストレーターからアニメーションを作るというようななんでこの仕事をしている何でこれから。 頑張っていいかななきゃいけないんだろうみたいなこともこう全て込めてこの一作というものができているのでこう実はこれは死にまつわるお話ではあるんですけれど僕の中では生のお話でこ,うここから次どうするかっていうのがすごく大事だなっていうのが僕の中でのメッセージだったりするのであの僕もこの作品を踏まえてこう皆さんの感想だったりを聞いてさらに前に進みたいとも思っているのでぜひ皆さんの感想を どこでもいいので聞かせていただきたいなと思っています本日はありがとうございました